ちょっとだけよ、あんたが好きね。アニビッツさんのね、書かれた、新刊本のご紹介ということでね、今日もこのボンベアキング様と一緒にね、お送りしたいと思います。はい、迷宮の楽器箱探しという本ですね。ハニービットさんがお作りになりまして、予約受付中ということですね。私もだからまだ手元にこの本がまだなくて、というかもう多分著者のハニービットさんのお手元にもまだない。まだ仮刷りしか受けられません。タイトルにこう楽器箱を探しけられてですね、結構ボーナスステージ的にこう一つずつこう楽器をね、その合奏が豪華になっていくという形なんですけど、そのあたりのね、まあ、開発の話とか、この迷宮組曲の音楽は担当はボーナスステージが井上大輔さんね、はい、まあ、この楽器箱探し、楽器箱を探すという部分ですね、その大切なところですけど、そこが井上大輔。で、まあ、そのボーナスステージ以外の BGM が海本さんということで、2人で担当してるんですけども、ハニビッツさんから、マル秘資料、極秘資料、まだね、どなたもご覧になってない、本の中身もね、はい、いただきましたので、チラ見していきましょうかね。これ、ガーランド城ですね。こんな感じの。迷宮組曲とはよしあり、ね、そしてこういうこんなページもある。はい、ということで、ね、こういうね、私の、過去の作品の紹介ページもありですね、盛りだくさんなのがいいかなと思います。ただいまビープさんのサイトで予約受付中ということになっておりますので、ぜひ迷宮組曲に思い出のある方はご予約をどうぞということで、迷宮の楽器箱探しご予約、待ってるよ。また次回。